どうもー、健太郎でーす。イエーイ。今日は最初の動画でもちらっとお話ししたホームジムについて、まあ軽くお話ししようかなと思います。なんでホームジムを作ろうかなと思ったかというと、最近その仕事が充実してきて残業がどんどん増えてきて、でなかなかジムに通うのが難しくなってきたっていうのも一つの理由ですし、あと残業終わってからジムに行けたとしても年々ジムに来る人たちが増えて、その自分の狙った練習がなかなかできなくなってきたっていうのも一つあります。はい、まあ自分、まあ、なかなかその内気な性格でコミュ障なんで、まあその他の人に話しかけるとか話しかけられるっていうのは、まあ、苦手なのもあって、で、まあ、思い切ってホームジムを作ってみようかなというふうに至りました。では簡単なそのホームジムって呼べるかどうかも本当は分かんないんですけども、まあ、簡単にホームジムを今設置したので、そちらの方も今紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、こちらがホームジムですね。はい、ホームジムかっこ仮といったところでしょうか。下にこの黒いマット敷いて、でベンチ、インクラインベンチ、デクラインベンチ、下にも上にも上げれるってやつですね。で、あとはダンベルセット、1個30キロのを2つで、まあ合計60キロ、これが今回ネットで購入したものになります。で、まあ他にもまあ置いてるんですけども、この奥にあるこのステッパーはだいぶ前に買ってたやつ、まあいつ買ったのかもすらわかんない、まあいわゆるその眠ってた、家になんか何個かはあるその眠ってたものシリーズですね。だからうっすら埃もかぶってます。まあこれでも拭いたんですけどね、なかなか取れないっすね。で、あと奥には腹筋ローラーや親父が買ったダンベルとか、あと腕立て伏せのバーとかもあります。あ、そうだ、あとこの奥の2つのやつはダンベル同士をつなぐジョイントです。はい、で、このジョイントを使うことでダンベルをつなげて短いシャフトみたいな感じに使えます。だからこれでショルダープレスとかをやるとなんかしっくりきますね。他にもいろいろバーベルカールみたいなこともできますし、やっぱ買ってよかったなと思ってます。まあただね、緩んだりそのはめ込む時の音がキーキーってうるさいんで、夜中とかはちょっと難しいですね。はい、とまあこんな感じですね。はい、でこれからなんですけども、まあこのホームジム、まずダンベルで鍛えていって、それで自分のそのモチベーションとか成長度合いによって今後さらにこの設備を発展させていこうかなと思ってます。まあダンベルで満足したら多分このままだと思います。はい、今のところそのこの部屋でできないような練習、例えばベンチプレスとか、あとはデッドリフトとかのその重たい重量を利用する練習なんかは、まあ、公共の施設を利用してやろうと思ってます。あと今はもう外雪、まあ今は雪全部溶けてるんですけど、もう雪が降るシーズンなんで、投げる練習とかはまあ痩せたんで、痩せても力も何もないんで、今投げたら多分体ぶっ壊れると思います。だから今は、まあ、ホームジムかっこ仮で、まあ、ちゃんとダンベルを使って体をしっかり鍛えて、まあ、まずは壊れないように、まあ、地道にその衰えた分を、まあ、ゆっくり自分のペースで戻していこうと思います。最後になんですけども、せっかくこうやって YouTube で喋るようになったんで、こんなことを喋ってほしいとか、こういう動画作ってほしいっていう要望がありましたら、まあ、気軽に Twitter でも YouTube のコメントでもダイレクトメッセージでも何でも構いませんので、お聞かせいただけるとありがたいです。ではご視聴最後までありがとうございました。